はい、お邪魔します。お邪魔します。健次郎さんのところで、ネオン君、オニオン入れてもらいます。はい、オニオン入れましょうか。どこ入れてほしいですか。ちなみにちょっとデザインがこのこう、そう、あのデザインバルカンな、おお、あ、じゃあこれはこっちからか、こっちからで、ここがおーでしょ、おーで、ひらがなですよ、にひらがなで、おで、うんなんですよね。場所を今から決めようと思うんですけど、場所どこにする、やっぱり罰ゲームってなると、デザインいいから罰ゲームになってないから、やっぱり痛い場所じゃないですか。痛い場所じゃないですか。どこがいいですかね、ネオン君。僕やっぱさっきあの動画撮る前に言ってた痛い後輩オニオンってことで、やっぱすねとかどうかなと思うんですけどね。膝とかってどうなんですかね。膝痛いんかな。僕も膝入ってないんで。いや、最初俺なんかもう左足はちょっと縁起物で固めてるから。はいはいはい。まあ、溝落ちじゃないですか。俺からしても勘弁して。一番俺のクッション、一番へこんでる。そこじゃないですか。えってね。言ったらもうマネさんでやってまうからな。どうしますか。へそ。へそは、なんか支障きたせやろ。体調悪なりそうっすね。体調悪なりです。どこっすかね。すぐ行こうか。もう痛い後輩、もう別に痛くないけどな。いや、なんかやっぱり罰ゲームってことで。いいよ。ここからもなんか、いいよ。何回かいろんな、他の競技でも勝負しましょうね。いや、ほんま、俺、もうほんま。いや、僕負けたら僕もネオンって入れるんで。それ、あの、オニオンの体にネオンって入れるまでは俺この勝負やめへん。マジで。俺、あと何回オニオンって入れなあかん。次なんかめっちゃシンプルにババ抜きとかで決めますよ。一番変。それ多分見てる側からしたらやばーって。それ行こうか。それ。とりあえず、入れ墨入れますわ。どこに行きますか。あ、まだ決まってんかったっけ。どこでもいいよ。すねっすか。もうしゃあない。あ、うん。でも、やっぱ、痛い後輩は、ここに入れてるんだ。ありがとうございます。お願いします。すねは痛いと思います。いや、痛そう。いや、体の中心痛いって言いますもんね。怖い。いやー、やばそう。させん。よろしくお願いします。お願いします。ネオン君のすねが、つるつるなっていきます。ね、あんまりこうちょっと久々やけど怖いわ。何やその罰ゲームで名前入れるって。いや、もしかしたら堀内さんによったらめっちゃ怒る人とかいそうですよね。あ、ほんまほんますいません、ほんますいません、ほんまにすいません、千条さん。いや、別にもうあれ多分日本やから。ほんますいません。最初ハーとか言って言ったの、すいません。ほんまに言ってんのって感じだったんですもん。どこら辺ですかね。はい、もう全部オニオンに任せます。はい、僕何も言えないです。多分もうすねど真ん中ってなると結構なんか、見た目的には見にくいんで、多分やっぱどっちかが常にかかった側面の方がいいですよね。え、痛いんですかすねって。そうでもないんちゃうかな。ガタ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 みたいな。これぐらいじゃん。あ、それぐらいですかね。ちゃんとすねにかかってます。右寄りの後輩ということで。右寄りの後輩。右寄りの。右寄りの左の後輩ですね。右寄りの左の後輩。ややこしい、そいつ。こうやって立てて増えていきますんで。そうですね、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、始まりますね、ネオン君。ちょっと緊張が。見れないな。え、最後に。発端はいつですか。最後は背中じゃないかな。あ、あれがいつぐらいですか。半年1年前。あれいつぐらいやったんですか。半年背中の筋肉。半年ってことはないやろ、多分。もっと前っぽいね。どれぐらいやったか。1年前ぐらい。1年もはや1年以上経つかもしれないですね。1年以上前経つんかな。はい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 。ほんまに。僕もでもこの前なんか1年半ぶりぐらいに肘行きましたけど、緊張しましたね。緊張すんな。でも肘とかはそんな大して痛くないんで。1ヶ月空けたらもう緊張するわ。緊張はしますよね、うん、一応先端恐怖症やしな俺。
先端恐怖症でここまで入ってたらだいぶ気合い入ってるっすよ。ほんまにあの病院の注射とか絶対断んもん。予防注射とか絶対させん。よっしゃお願いします。あー怖い。お願いします。いくよ。お願いします。なんか罰ゲームですね。あ、痛そう。悔しいですか。え、悔しいですか。悔しいです。めっちゃ痛そうっすね。痛くないから笑ってんねや。骨が。でもその骨伝導で聞こえてくんねや。いや、分かるっす。その、ネオン大丈夫やでって、はつられてる感じっすよね。そのネオン大丈夫やでって千次郎さんから、あ、骨伝導で、骨伝導で喋りかけてくんねやんか、まず千次郎さんが。あ、もう千次郎さんまで行くとタトゥーマシーンを使って骨伝導でメッセージ伝えてくると。そうだいぶやばいっす。うん、それが究極の集中なんやろな。はいはいはい。いってでか、でかちゃうわ、その。でも、その、他の堀さんよ、痛くないねんな。あ、千条さんか。うん。はぁはぁはぁ。興味真顔で耐えとけ言われたら、今耐えれんもん。ごめんなさい、痛い後輩で。やだやだ、それが先輩やろ。みんなのパイセンや。次が今最終の朝柄に変わっていきました。朝柄が一番痛そうやなと思ってる。どうすか。うわすごい痛そう。痛い。これだって今始まったばっかりの。痛そう。これちょっと色着てるじゃないですか。色着てるじゃないですか。いいんすか、こんな罰ゲーム。ありがとうございます。すみません。すごい。うわ、うん、朝ボリュー、罰ゲームどんなダサいの入れられるんかなと思ったら、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。中に今あれですよね、色入れるか色入れないかで。そう、ね、ここら辺とこの辺ね。あ、そこら辺の、この辺のこと、この辺に、はい、あの、あ、この赤を入れるかどうか。あ、入れた方がいいんじゃないですか。僕も何も言う資格ありませんので。どうですか、入れた方がいいと思います。入れましょう。痛そう。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ、あ、もう撮ってんの。撮ってますよ。照れるね、そんな突然回せて。ありがとうございます。オニオン入りました。はい、オニオン入りました。どうやって思われたっけ。おお、それを、それ2個目の方ですね。これが1個目の方ですね。1個目の2、せん、俺これ自分でも分かってへんね。おお、で、うーんっすね。レオン君、また勝負しましょうね。ほんまに、また勝負しましょう。言ったな。俺はオニオンの体に1000個ぐらいネオンって入れるまでは俺もやめる気ないから。めっちゃネオン君のファンすよ、僕。で、まあ、あれは間違ってないですけど。お願いします。次、また、何しますか、はい、次。何で勝負します。何で勝負する。何でもええで。パンチングマシンでもええし、ほんま何でもええで。ちょっとじゃあ視聴者にコメントで求めますか。次、パイセンと、オニオンで何を勝負しましょう。その、はい、リクエストの中で。差のあるやつはやめてくださいね。え、差のあるやつはやめてください、ね。そうですね。だから公平な。うん。
俺が僕さっきババ抜きって言ったらちょっともうでババ抜きはさすがにちょっとババ抜きでもいいっしょっていうコメントがあればババ抜きするし、うん、バッティングセンターはあ、いいっすね。今から行く？今から行きますか。え